日本鹿児島県霧島市国分上野原城門の森国分上野原城門の森は鹿児島県霧島市の町。郵便番号は899-4318。人口は0人、世帯数は0世帯である。町域の大部分が国の史跡である上野原遺跡及びそれらに関連する施設で占められている。霧島市の中南部、旧国部市の南部に位置している。 町域の北方には、国部川内、東方から南方にかけては、国部上野団、南方には、国部式根、西方には、国部上野原テクノパークにそれぞれ隣接している。工業団地である、上野原テクノパークとして建設されていたが、造成中に、縄文時代の遺跡が発掘された。発掘された、出土品は1998年に、鹿児島県上野原遺跡出土品として、 国の重要文化財に指定されたほか、1999年には上野原遺跡として遺跡の一部が国の史跡に指定されている。施設としては、1.2番外区に鹿児島県の公園である鹿児島県上野原城門の森、2番外区に鹿児島県の発掘調査研究施設である鹿児島県立埋蔵文化財センターがある。2005年11月7日に、 国武士が、埴良郡溝部町、横川町、牧園町、霧島町、早戸町、福山町と新設合併し、霧島市となった。また同時に、国武士大和川内及び、国武士大和上野団の一部より、新たに霧島市の町、国武上野原城門の森として設置された。住居がないため、小中学校の学区は指定されていない。ありがとうございます。